はい、こんにちは、ポップです。エフェクトチャンネル。6月22日火曜日。本日もチャート分析と今後のトレードポイントについて解説をしていきます。順番はいつも通り、クロス円のベドル円から始めまして、ユーロ円、ポンド円、ゴードル円。そして、ドルストレートのユーロドル、ポンドドル、ゴードルベードル。最後に、新興国通貨のメキシコペソ円、南アフリカランド円、 トルコリラ円の順番で解説をしてきますのでよろしければ最後までご視聴ください昨日から今日にかけましての為替相場は FOMC で円高方向に進んだものから一気にねこちらは回復している円安方向に戻っているという状況でございます 今、非常に難しい位置におりまして、4時間足ベースでね、移動平均線24が下がってきたところで、レジスタンスを食らうかどうかというところでね、FOMC 後はボラティリティが高い状況が続いておりますが、大きく戻した後、そのままね、全戻しに向かっていくのか、それともね、またレジスタンスを食らって円高方向に行くのか、難しい局面でございますので、まずはね、全体の相場感見ながら、個別のチャート解説に入っていきたいと思いますので、こちら、世界の株価のサイト見ていきましょう。 はいえー、こちら世界のの株価のサイトでございますまずは昨日のニューヨークマーケット、ダウ平均は前日比プラス586ドル、終わり値で3万3876ドルということで、一気に、ね、ダウの方は戻しまして、1.76%の上昇で1日の取引を終えました。 そして本日の東京マーケットもダウ以上にです、ねまあ、下げていたものが大きく反発しまして、昨日の下げを帳消しという状況でございます。日経平均は前日比、プラス873円、終わり値で2 8884円ということで、まあ、2万9000円に、ね、えほぼ戻してきたということで、ねえ、非常に強い反発が入っているのが、ね、日経平均を見ても分かるかなというところでございます。 そして一時1.3%台まで落ちておりましたアメリカの長期金利でございますが一旦はねは1.5%まで回復、今も1.49ということで、ね、かなり戻ってきている。 まあ、それに合わせまして、ドル円相場もね、110円42銭。こういった形で、110円をね、割り込んだところから、一気にね、反発が入ってきたということで、まあ、クロス円中心にね、戻している。株式相場も戻せば、長期金利も戻っているということでね、まあ、FOMC 後のね、大きなボラティリティというのは、今後も続いていく形でございます。 それではね、こちら全体の相場感見た後に個別のね、チャートに見ていきたいと思いますので、まずはドル円相場、チャートの方戻っていきましょう。はい、まずはね、ドル円相場でございます。右側のチャートが米ドル円の15分足、こちら1日の時間軸のチャートでございます。 昨日の東京時間の前場から5場の前半戦に関しましては、大きく円高が進んでおりまして、110円を割り込み、一時は109.75まで下がってきたというところでございます。 その後ね、110円をこちらヨーロッパ時間に回復しますと、その後もね、大きな下落がなく、一気にね、こちら110円50銭まで戻ってきたということで、今後の欧州勢のね、本格参戦でどのように傾いていくかというところがね、勝負どころになっている形でございます。まあ、それにしてもね、えー、まあ、日経平均も全戻ししましたので、ドル円の方もね、ほぼほぼ全戻しということでね、かなり強い相場になっているのが見てわかりますね。 そしてトレードポイントに関しましてはこちら、60分足ですね。 1>, 1週間の時間軸ご覧いただきますと、先週の FOMC、結果を受けまして、早期の利上げ、そしてテーパリングが進むということで、ドルの方が吹き上げた、その後、調整があって、110円に全戻しというところ、そして昨日の前半で大きくね、また割り込むかと思いきや、109.75で V 字回復、そしてまたね、110円どころか、110円50銭まで戻ってくるというね、強い反発があったところでございます。 一旦ね、この110円50銭で、過去もね、レジスタンス、レジスタンスということで、今も一旦は少しばかりね、レジスタンスを食らっているというところでございますが、ここはロングを取るべきかどうかというところでございます。基本的にはね、移動平均線が右肩上がりで、その上側でね、陰線から陽線というサインが1回、2回出ておりますので、今まではこのね、平均足の移動平均線の上側でのサポート、こういったところでロングを取る局面でございましたが、ちょっとね、この110.50というのは、 過去この FOMC のところで取り残されたロンガーの戻り売りもありますし、まあ、明確な節目というところもありますあと株式相場も、ね、一気に戻しておりますので、まあ、その上昇がなければ、ね、110円50銭というのは明確に上抜けるのは少し抵抗があるかなというところでございますよってロングを組むのであれば今回ね押し目をつけたところ移動平均線の上側で陰線陽線ではなくて明確に抜けたからの方がいいですね110円50銭を上回って でその上側で陰線要線が入ったところでロングを組めばよろしいかなと思いますので、まあ、例えばね、110円25銭から30銭ぐらいで陰線要線がありましても110円50銭抜けるかどうかというところがちょっとね、過去2回のレジスタンスで難しくなってきておりますのでロングの方は110円50銭を超えてその上がでサポートが入ったところからでよろしいかなと思いますのでちょっとね、この辺り移動平均線付近のロングというのはね、ちょっと今までの手法とは違いますが ロングは一旦見送り、そしてショートを取る場合に関しては110.25、この移動平均線を割り込んで、 その下側で要線から陰線というレジスタンスを食らった場合ですね、110円25銭のところは、過去もね、このサポートだとかレジスタンスが入っているところなので、またこちらのところはサポレジになりやすいというところからいきますと、割り込んでからのレジスタンス、ここでショートを組めばよろしいかなと思いますので、結論ね、110.25から110.50、こういったところはね、様子見でいいんじゃないかという考えでございますので、皆さんの考え方とともにね、参考にしていただければと思います。 はいえー、以上でね、ドル円の解説終わりまして、続いてユーロ円の解説に入っていきましょう、はいえー。ユーロ円の方も大きな反発を遂げておりまして、昨日の東京マーケットで130円ぐらいまで戻る場面がありましたが、一気にね、15分足、これ、超えまってきまして、131.50、ここで1回、2回、3回と今、レジスタンスを食らっているというところでね、高値張り付きの様相を呈しているというところでございます。 こちらもね、ちょっと131円50銭が重いかなと思います。逆に言えばね、一気に下げてきたところなので、ここを上抜けしますと、ロングが取れるような状況でございますが、一旦ね、こちらのあたり13、131.50を上髭をつけてね、また戻すという局面が、まあ、こういったね、ところ高値張り付きからは、まあ、一気にブレイクするというところよりも、そういった騙しが入るケースが多いので、ここもドル円と同様に、基本はね、移動平均線の上側で陰線要線でロングを取るんですが、 今回に関して言いますと、えー、こちら13、131円50銭を上抜けてから。 その上側で陰線から陽線これはあの15分足を使っていただいても結構ですが、こういったところでロングを取るというところがよろしいかと思います。一旦ね13、131円50銭を上抜けて、ショート税を借り取ってからまた落ちるということもね十分に考えられますので、ちょっとこういったことを考えますとね、ロングの方は131円50銭を抜けてからサポートが入ったところでね、ロングを組む。そして逆に下方向に行った場合は131円ですね。ここういったところがサポート になり得ますのでこういったところを割り込んで、その下側でね、レジスタンスを食らってからショートという形でね、まあ、ボラティリティかなり大きいと思いますので、まあ、今40銭ぐらい下の話になってしまいますけどね、131円を抜けてからレジスタンス食らってからショート。よって、この131円50銭から131円のところはね、まあ、どちらにブレイクするかわからないという状況でございますので、まあ、ここはね、勝率気にされる方はですね、あえて様子見でよろしいかなと考えておりますんでね、 まあ無理なトレードはしなくてもよろしいかなと思いますので、まあ、いつも通りのね移動平均線の上側で陰線要線というのは、ちょっとね131円50銭のレジスタンスでフェイクが入る可能性を考えますと、あまり得策ではないかなと思いますので、参考にしていただければと思います。はいえー、以上でねユーロ円の解説終わりまして、続いてポンド円の解説に入っていきましょう。 はいえー、ポンド円の方もユーロ円と同様の考え方でよろしいかと思います。15分端、えー、ご覧いただきますと、えー、昨日の東京マーケット、前場から5場の序盤にかけては15、151.50まで、えー、こちらは下がる。えー、今や、えー、こちらで、ね、大きな反発が入りまして、200ピプス以上上げていて、まあ、高値で張り付いているというところでね、まあ、このあたりどちらに動いても、えー、上にブレイクしても、下にね、また割り込んでもおかしくない状況でございます。 ということであればね、有料円と同様に移動平均線の上側で陰線要線でロングを組むわけではなくて、一旦はこちらの153.70から75ですね。こういったところがレジスタンス1回、2回と入っておりますので、ここを越えて、その上側で陰線要線が入ってからロング。逆に下方向に関しては、こちらの153.30ぐらいですね。ここでサポートが入っているので、ここを割り込んでから その下側で要線陰線というレジスタンスが出てからショートで入る。よってですね、この153.30から153.75付近ですね、この辺りのレンジのところはトレードをしなくて、まあ、上抜けしたらその上側でサポートが入ったらロング。そして下側を抜けまして、下側でレジスタンスを食らったらショート。こういった形でレンジブレイクを狙ったところでね、ポジションを取っていくというところがね、安全策かなと思いますんでね、皆さんの相場感と合わせて参考にしてください。 はい、以上でね、ポンド円の解説を終わりまして、クロス円のラスト、えー、5ドル円の解説で入っていきましょう。はいえー、5ドル円の方は、えー、こちらも、ね、反発しておりまして、一時82円ぐらいまで下がったところがありましたが、えー、こちらは、ねまあ、そこまで大きくは上がっておりませんが、値幅的には、ね、上がっておりませんが、まあ、100ピプス近く、ねえー、上がったところがございますという形ですね。 ちょっとね今日の東京マーケットの始まる前にですねダブルトップという形で上げいから183円まで下がってきてしまった今は83円を挟みながらうろうろということでねこちらの方もどっちにブレイクするかというのがわからない状況でございます ということであれば、一旦ね、移動平均線、右肩上がりで、陰線要線でサポートが入って、ロングでゴーというわけではなくてですね、同様にこちらは83.25ですね、ここが直近のレジスタンスと過去のサポート入っておりますので、ここを抜けてからですね、83.25を抜けてから、その上側で陰線要線でサポートが入ったらロング。そして下方向に関しては、こちらの82.90付近ですね、ここを割り込んで、 その下側で陽線陰線のレジスタンスを食らってからショート。 よってですね、レンジの方は82.90からこちらの83.25というところがね、えー、見てわかるかなというところでございますね。このレンジ内では特にトレードをせずに上抜けしてサポートが入ったらロング。下抜け82.90割り込んでからレジスタンスを下ってショート。えー、このような形で今は様子見ということでね、欧州勢の序盤の動きを見てからね、入るのが得策じゃないかと考えておりますんで、よろしくお願いいたします。 はい、以上でねクロス円の4ペア4通貨の解説を終わりまして続いてドルストレートの3ペア3通貨の解説に入っていきましょう。